お花紙で作った花をアレンジメントするときにとっても便利なグリーンリーフの作り方です。まず2枚重ねにしたお花紙を半分に切ります。それを横長に置いて蛇腹折りにします。間隔は適当で構いません。真ん中で切ったら2つ折りにして端から細かく切り込みを入れます。深さは1センチぐらいです。真ん中の折り目のところをホッチキスで留めて、2枚重ねになっているお花紙を開いていきます。真ん中を指で押さえたら、手を筒状にして押し込みます。ホッチキスで留めた部分をぎゅっとつまんで出来上がりです。フラワーボックスなどを作る場合は、たくさん作っておきます。箱が深いときは、下に詰め物をして、その上に葉を敷き詰め、間に花やつぼみを置いてアレンジしていきます。箱の蓋など平らなものには先に花を張っておき、間に差し込むようにして葉を付け足します。花の色を変えたりリースにしたりして、お好みのアレンジをお楽しみください。